あ、 MMA 甘くないからね。鈴木くん、アマチュアシュートがやり直した方がいいよ。次は武尊天心終わって、朝倉兄弟が終わって、平本蓮の時代です。ありがとうございました。レベルは高かったので、はい、ただちょっと MMA としてはちょっと物足りなかったなっていうところは本音ではありますけど、手が来てくれたら切るだけで、僕は打撃しかやらないし、 MMA だろって話です。打撃も MMA だよ。うわ、もう何年ぶりに勝ったんだろう。今日の一勝はすごく自分を強くしてくれたんじゃないかな。やってきたことが少し報われたような気がします。僕は絶対 UAC でチャンピオンになるし、ライジンでもチャンピオンになれると思うんで、全然これからです。まあチンピラ萩原ぶっ飛ばしたいですね。とりあえずやっぱあいつ倒さないと意味ないと思って、ね、その後成金サングラスですかね。パスもう、いや、朝倉未来です。朝倉未来をぶっ飛ばして、そこでビッグマネーを稼いで、もっとアメリカで自分の資金を広げていくために資金をあいつぶっ飛ばして、